マンネランチャンネルのランです。今日はうちの子供三男がね、家出した時の話です。で、ね、うちの息子はなんかね、お年寄りおばあちゃんとかおじいちゃんとかにくっついていっちゃう癖があったんです。もちろん私が一度も結婚したことないので、私と母がその時生きてる時はね、あと上に2人いるんですけど、5人暮らしでした。その時にね、下の子だけはどうやっても家から出てっちゃうんですよ。例えば冷蔵庫2段で鍵をつけてもなんとか鍵を開ける。で、1階のマンションだったんだけど、窓に20ロックをかけても外に出ちゃう。で、夏場でね、そこ虫が多いとこなのに窓開けっぱなしでいなくなったりするんで、もう年中それ注意してたんですけど、でも私も仕事したりとかしててあんまり家にいなかったので、なんか老夫婦がね、川沿いを歩いてたんですよ。その時にその子はね、一生懸命こうやってあとくっついてたらしいんです。で、老夫婦のおじいさんとおばあさんが、僕はどこに行くのって言ったら、ばあばだと思ってたわけ。自分のおばあちゃんだと思ってたから、黙ってそこに立ち止まるんですって。でもね、またその二人が歩いていくとくっついてくるし、パッと下見たらね、なんか靴もちぐはぐだし、で、洋服もね、朝私がこれ着なさいねって着せても、なんかファッションショーを始めちゃうんですよ。だから毎日毎日、1日4回ぐらい着替えちゃってるから、その子が何を着てたのかっていうのがその時に私分かんなかったんですね。で、しばらくしてからいないってなって、私が車で探しに行くわけなんですけど、公園に行ってもいないし、どこに行ってもいないし、どうしようかな、これ警察に電話するしかないなと思って、で、警察の方に電話したんです。その時はちょっと埼玉の方にいたん で、すいませんけどって、迷子の男の子がそちらにいませんかって言ったら、あの、お母さんの名前はって言われて、名前言いました。そしたらうちの息子にね、警察官の方が、お母さんの名前を教えてって、僕のお母さんはママです、おばあちゃんは、僕のばあばはばあばです、かわいいじゃないですか。で、僕の名前は〇〇です。で、警察官に褒められるでしょ、いい子だね、泣かないでちゃんといられるんだねって。そうするとね、お菓子をいっぱいビニール袋にもらえるんですよ。で、そのビニール袋に入ってるお菓子が、まあ、美味しくて美味しくてしょうがないから、そこにはね、多分居心地が良かったんだと思います、うちの息子ちゃんは。でね、もう一回聞くよって、お母さんの名前はって言ったら、僕のママはママです、お父さんは、お父さんは多分いません、おばあちゃんは、僕のばあばはばあばです、お兄ちゃんたちいるのって言ったら、ニーニーがいます。で、一人だけ名前が分かったのが次男の名前だけなんです。ニーニーって言うんですけど、次男のことは呼び捨てだったんです。でも、その時はなんかちゃんと名前が言えてなかったんでしょうね。名前が言えなかったそうです。例えばケンジだったらケンとかね、それ片っぽしか言えなかったそうなんです。で、私が警察に電話かけた時にね、お母さん、確かにね、家出されてる方とか迷子になってる方の預かってるんですけど、その日の朝の服装の特徴だったりとか教えてもらえませんか、お母さんだったら知らないわけないですよね。確かにそうですね、確か私が着せたのは青い T シャツにあのショートパンツのズボンだったと思うんですけど、つったらブブーみたいな、他に心当たりありませんか、他にですか、そうですね、うちの母のことバーバーって言いませんでしたか、いや皆さんおっしゃいますのでね、で、私が迎えに行けば私が母親だってわかるじゃないですかって言ったら、今ね、そういう誘拐が流行ってるので、あのお子さんの身元が分かったら警察署の方からお宅の方に届けるシステムになってますって言われたんですよ。なるほど。で、しばらく言い合いになりました、警察官。でも、うちの息子がいないのは確かだし、息子さんどんな靴履いてましたかって言われて、どんな靴、でもその時電話越しだから分かんないんですよ、もうテンパってるし、だんだんイライラしてるし、私の息子なんだから返してよって。だいたい推定何歳ぐらいの子で、こんな雰囲気で、こんな雰囲気でしょって言ったら、まあでもね、あのそういう決まりなんで、だって泣いてるでしょって、母親と離れて泣いてるでしょって、いや、元気にお菓子食べてますって言われて、で、私が
まあ、玄関先に行きました。玄関先に行った時にパッと見たら青い長靴と黄色い長靴が一足しかなかったんです。一足ずつしか。でもその時雨なんか降ってないんですよ。一応お兄ちゃんたちに庭とか全部見て長靴ないか確認してもらったら、ママ長靴が一個ずつないよって言うから、で警察官の方にもしかして黄色と長靴を右と左反対に履いてませんかって言ったんですよ。でそこの中に名前が書いてあると思うんですけどって言ったら、確かに書いてありますね、じゃあそちらの住所を教えてくださいって言われて住所を教えたんですよね。もちろんその時は私前科ありません。まあいろいろ調べてから来るんでしょうね。1時間ぐらい経ってからかな、ものすごい近いところに警察署あったのに、パトカー乗って息子は帰ってきたんですね。そうしたらニッコ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 してんですよ、うちの息子はね。で女の警察官の方に手を連れられて、僕いい子だったねって言ったら、うん大丈夫、草むらとお菓子をねパンと取って、息子はほらママこんなにもらったんだよって、もらったんだじゃないでしょうってなりますよね私はね。でもそうかそうかよかったねってその場を帰ってもらったんです。で兄たちにねお菓子を配って、そこまでは良かったんですよ。で食べ終わったしたらね、それに懲りずまた行っちゃったんです。もうね、あこれ確信犯だなと。で警察の方ももう電話番号知ってるから、先日いらしたお子さんがまたどっか遠くの方にいたって言うんですよ。そこでまた保護されたからって、そのまま連れて帰ってきてくれませんかって、警察署に保護されちゃうとまたお菓子もらえると思ってるんで、いやそれはちょっとできなくて一旦保護して、一応身元の確認をしてって、また同じことするんですか、でも確実に私とこの間喋りましたよねって、いやでも今度ね児童虐待とか、虐待ですか私がって、でまあ一応一通りの話を聞いて、その時に着てた息子さんの服はって、だってうちの子ファッションショーするんですもん、何着てるか分かりませんって、でもね普通ねお母さんが息子さんのね洋服っていうのは大体朝ね決めてあげるから覚えてるもんなんですよって、ちゃんと息子さんの面倒見てますかって、見てますよって、朝起きて隣の部屋にね子供たちいるんですよって、で遊んでたらね次から次へと洋服着替えてちぐはぐな服着て、でおまけにこの間は黄色と青ですよって、まあね四六時中見てらんないのは分かりますけど、分かるんだったら返してもらえませんかって、したら特徴お願いします、その時に限って靴は両方履いてたんです。だけどもその時に履いてた靴が私ちょっと分かんなかったから、多分こんな感じの靴だと思いますよって、そしたら今回はねちゃんとお届けさせてもらいますけど、今後息子さんのことはねあまり目を離さないように、で鍵を家中かけて三段ロックでかけたんですと、ね、息子は頭がいい子なのでいろんな方法で鍵を開けていくんですよ。ほらこうチェーンだなんだっていうのはそんな3つも4つもかけられないからお金かかるし、チャイルドロックみたいなねこうカチャーンってはめて止める鍵だったりとか、まあ、南京錠に近いやつとか南京錠まで開けましたからねうちの息子はね。なので私からすれば息子が警察に捕まるたびにパトカーに乗ってお菓子をもらってくる、それがね癖になってね、もう4回ぐらい起きましたそういうことが。でも向こうも迷惑だし私も迷惑だし、私もさほど警察官は好きじゃないし、スネークズがジロジロ見るんですよ、ね、だからそれで私は散々嫌な思いして、で警察官からうちの子供をね引き取るというか迎えに行く、でも警察署には絶対迎えに行かせてくれないんですよね。だ毎回毎回警察官がうちに子供連れて帰ってくるわけじゃないですか。そうすると隣近所の目もありますよね、もうダメだよって言ったら、はいお前さんありがとう、そういう時だけはねうちの子いい子なんですよ、した他ではねあかんべえ。ある日ね私が昔付き合ってた恋人がいて、その恋人のお母さんが一番下の子を可愛がってくれたんですね。でその時にじゃあ一緒にアイスを買いに行こうかってセブンまで行ったんです。その時にこのアイスが食べたいけどでも僕こっちでいいよって、えなんでこっちでいいのって言ったら、だって高いもん、ママはそんなアイスクリーム一つ130円のアイスクリーム一つ買ってくれないの、そんなことない、僕が高いから買っちゃいけないと思って、とんだタヌキでしたうちの息子は。で私もうねあの女はね自分のね
姿形にばっかしお金を使ってね、息子に130円のアイスも買ってやらないって言われて、その結局付き合ってた恋人のお母さんがうちにね、嫌味でアイスを40個ぐらい持ってきたんです。そんなこともあったんですよ。だからね、うちの三男ちゃんはね、今はねものすごくいい子ですよ。ちょっとね知能が働く子だったんですね。どこに行けばお菓子をもらえる、ここでこういうこと言えば美味しいもの買ってもらえる、上二人はもう損ばかしする子だったんで、あんたたちにあげるお菓子じゃないわ、アイスクリームじゃないわよとか言われて、そこでギャーギャー泣かされたりとかね、まあ、とんでもないババアだったんです、そのおばさんもね。なんか自分の息子可愛さに、で自分の息子もね可愛いからね、自分の息子にはカニ持たせるくせに私には食べさせるのとかね、ちょっとイカれてる人だったんですけども、ね、あのとっくに別れた方だったんでね、もう散々文句言わせてもらいますけど、子供に対してもそういうことする人でね、ちょっと理不尽にやろうかな、ババアだななんて思ってました。まあね、今日はうちの息子がおまわりさんの前では、僕のママはママです、僕のバーバはバーバです、アイスクリームを買いに行くとこれ食べたいけどでも高いから僕こっちでいいよ、劇団ですよね。まあね、今はねそんな三男ちゃん可愛くてしょうがないですけど、その頃の話をすると覚えてないとか言うんですけど、絶対覚えてますから、うちの息子。以上でした。あの皆さん、チャンネル登録とかね、いいねのボタンお願いします。よろしくお願いします。